ヘルモ、ユシンです。今回はあの有名棋士の藤井聡太さんも受けていたと言われる最強の教育法について紹介していこうと思います。藤井聡太さんは最年少で2冠を達成した方で、いわゆる将棋の天才と言える方だと思います。そんな藤井聡太さんを生み出した教育が近年かなり話題のモンテッソーリー教育です。僕としても教育に関する本を読んだり情報収集をしている時に聞いたことはあったんですけど、いまいちねよく分かってなかったんですよね。実際他にもモンテッソーリ教育を受けていたことで有名な著名人は本当に多いんですよ。前アメリカ大統領バラク・オバマ、マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ、フェイスブック創業者マーク・ザッカーバーグ、グーグル創業者ラリー・ペイジ、アマゾン創業者ジェフ・ベゾス、さらにね歌手のテイラー・スウィフト、俳優のジョージ・クルーニーなど世界的に大きな成功を収めている方たちが受けてきた教育なんです。これはさすがに気になりますよね。そこで、ちょっとこのモンテッソーリ教育について調べてみようと思って、今回はこちらの本を読みました。こちらの著者である伊藤美香さんは長年幼児教育に携わってきた幼児教育のエキスパートとも言える方です。モンテッソーリ教育とハーバード大学の教授が提唱する多重知能理論という2つの考え方を用いて数々のお子さんの教育に当たってきたそうです。この本は話題のモンテッソーリ教育と多重知能理論についての解説から、具体的にどのような接し方をしていくべきなのか、子どもの発達段階ごとに書かれている非常にいい本でした。 YouTube 大学の中田敦彦さんも動画の中で紹介されていましたし、少しでも興味のある方は読んでみることをお勧めします。今回はこちらの本を参考にモンテッソーリ教育についてと、それに基づいてどのようにお子さんに接していくべきなのかっていうのを僕なりの意見を通してお伝えしていこうと思います。これまたね、ただの塾講師が偉そうに言うなと思われてしまうかもしれませんね。ただ中学受験をする前に必要な能力というのは塾では教えられないので、ぜひこの内容に関しても伝えさせてください。それでは行きましょう。まずはモンテッソーリ教育について説明していきます。モンテッソーリ教育は1907年にイタリア初の女性医師マリア・モンテッソーリによって提唱されました。モンテッソーリ教育の基本的な考え方はざっくり言いますが、子供は生まれつき知ることを求めていて、自らを成長させようとするものだから、しかるべき環境を用意することで自動的に成長していくんだと、そういうことです。親は子どもの自立を促し、発達段階に沿ってその成長を手助けし、寄り添う役目を担いましょうということなんですね。最近教育に関する本を読んでいくと、別にモンテッソーリ教育の本ではなくとも同じようなことが書かれていて、結構真理なんじゃないかなと思っています。それではこのモンテッソーリ教育の考え方において重要なポイントについてお伝えしていきます。さらに詳しい内容は本に書かれていますので、ぜひ読んでみていただきたいです。まずは考える力を養うということについてです。これは以前受験に必要なそもそもの力という動画でも話したことです。考える力が必要だというのはこのチャンネルでも何回もお伝えしてきましたし、皆さんも言われなくてもお分かりだと思うんですよね。ただ一般的な日本の教育だと正直身につきづらいんですよね。例えば公立の小学校ではこの考える力というのはまず養われることはありません。もちろんこれだけ聞くと、いや小学校教育をバカにするなよと怒る方もいるでしょう。これは別にバカにしているわけではないんです。学校教育という仕組み上当然のことなんですけど、小学校に限らず学校教育には学習指導要領というのがあるわけで、学校側も勉強させる責任を負っています。したがって小学校には最低限社会で必要な知識をインプットすることが一番大切なわけです。つまりここで僕が言いたいのは、子どもの考える力を伸ばすことというのは学校教育においてそこまで重要ではないということなんですよね。ということでここまで聞くと分かっていただけるんじゃないでしょうか。もちろん小学校をはじめとした学校教育には意味があります。読み書き計算をはじめとした基礎学力、そして他人との協調性だって学べますよね。でも、学校教育だけでは親や先生の言うことを聞く、いわゆるいい子っていうのは育つと思うんですけど、それでは機械的に言われたことをやるだけになってしまいやすく、考える力が身につきにくいのかなと僕は思います。
とはいえもちろん学校教育だけで十分に考える力が育つお子さんもいます。ですが考える力を身につけるには小学校だけに限る必要もなく、どこかしらでそういう環境が必要なんですよね。ではこの考える力を身につけるためにはどのようなことが必要なんでしょうか。それは自由な発想を否定しないっていうのが重要なんです。僕も経験として、親戚の小さい子供と接した時には大人では想像だにしないクリエイティブな発想に驚かされることは多いです。ただそれって往々にして大人の常識とはずれてるんですよね。なので大人はそういった常識とかけ離れたものを否定的に注意しがちなんです。例えば消防車を描いているのに消防車もパトカーも救急車もごちゃ混ぜにしたような絵を描いてきた時に、それは違うと頭ごなしに否定してしまうというのは子どもの自由な発想を奪ってしまうんです。子どもがした自由な発想を一旦は受け入れることで将来的な自由な発想をする力につながっていくっていうのが重要なことです。次が子どもには適した発達段階があるということです。モンテッソーリ教育では0歳から24歳までの期間を6年ごとに4つの発達段階に分けて考えています。中でも0から6歳の第1段階は脳科学的にも非常に重要で、子どもの将来的な能力に大きな影響を及ぼします。一般に脳の神経細胞の成熟は0歳から2、3歳の間に急速に進んで、10代半ばから20代前半にかけて完成されていくと考えられています。そう聞くとその0から6歳の時にいろいろやらせようと思う親御さんは多いかもしれません。ですが注意していただきたいのが、お子さんによって能力を身につけるタイミングは異なるということなんですよね。生後何ヶ月も経っているのにハイハイができないとか、小学校3年生なのに計算能力が低いということで、一般的に言われている発達段階と比較して不安になることもあると思います。ですがそれは子どもが決めるんだということがこちらの方には書かれていました。親御さんが不安になるとその能力を身につけるために強制的にやらせようとしますが、いやいや取り組んだことってほとんど身につかないですよね。これは中旬にも言えることで、すごく苦手な範囲の勉強って苦手だからいやいや取り組むと思うんですけど、それで成績上がったことありますかってことなんですよね。無理やり取り組むぐらいなら一旦スルーして時間を置いて取り組んでみるとか、ものすごく簡単なステップから取り組んでみるといったことが重要だということです。子供が前のめりになるのを待って少しでもそこに乗ってきたら、親御さんが全力でサポートするという姿勢がモンテッソーリ教育では重要なことのようです。実際乳幼児期の子供は何か自分でできるようになるとどんどん自分でやってみようとします。手足が自由に動かせるようになるとひたすらに手足を使って遊びます。そうやってさまざまなことを練習していくんです。そういった発達段階に合わせて子供の興味に沿ったことをサポートするっていうのが重要なことなんです。3つ目はいたずらに寛容になるということです。これはモンテッソーリ教育の目標でもある自立を促すという部分で非常に重要になると思います。少しね話がそれるんですけど、日本の教育って人に迷惑をかけないっていうのが正義みたいなところありますよね。これはねもちろん重要だと思うんですけど、それを言っちゃうと子供がしたいことってほとんどできないと思うんですよね。例えばスーパーで走り回っちゃダメとか、壁に落書きをしちゃいけないとかっていう怒り方は人に迷惑をかけてはいけないというのが根底にあると思いますが、スーパーって子どもの好奇心がかきたてられますし、壁だろうとなんだろうとお絵かきはしたいものですよね。それを全て否定すると自己肯定感は下がりますし、子どもが失敗から学ぶなどっていうこともできなくなってしまって自立につながらないんですよね。モンテッソーリ教育の考え方として、子供は生まれながらに自らを成長させようとするっていうのがありましたが、子供のいたずらを成長したいと思っているサインだと捉えることが重要だっていうことなんです。壁に落書きをしてしまった時に、ああこの子は自分の想像を絵にする能力を鍛えたいんだなっていう認識を持てれば、じゃあ絵を描くための環境を作ろうっていうことで、例えば壁を黒板に変えてもいいかもしれないですね。ちょっと極端なんですけど、子どものいたずらが子どもが成長したいサインだと捉えて、それに沿った環境を用意するっていうのがモンテッソーリ教育における基本的なスタンスになります。それでは最後にまとめを話してこの動画を終わろうと思います。
モンテッソーリ教育についてご紹介しましたが、とにかく根底にある考え方というのは、子どもを否定せず自由な発想を潰さないで寄り添うような接し方をするということなんです。これからの時代は創造性を持った人材が生き残る時代ですので、クリエイティブな能力を引き出すために、否定しない、見守る、寄り添うというのはテーマに置いた関わり方が重要だと思います。僕自身は親でもなく、実際に子供を育てた経験はないので、そのあたりの説得力に欠ける部分はあると思うんですが、自分の経験も踏まえて様々な本などからインプットした情報を皆さんに共有していますので、ああこんな話もあるのねっていう感じで聞いていただけたら幸いです。ちなみに今回の動画はこの本のほんの一部しか紹介できていないですし、さらに具体的なアクションプランに関しては40個に分けて紹介されていますから、ぜひね、読んでみてほしいなと思います。皆様の教育に対する考えもぜひ聞きたいですし、実際にモンテッソーリ教育を実践している幼稚園などに通われていた方は、コメント欄にその時の体験談やご意見などを書いていただけたら嬉しいです。今回はこんな感じで終わろうと思います。この動画が良ければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。こんな動画をやってほしいなどのね、リクエストやご質問っていうのはコメント欄にお寄せください。コメントも見てますので、皆様からの参考になったとかためになったっていうお声は本当に励みになります。いつもありがとうございます。 Twitter では日々のつぶやきを、 Instagram では皆様のお悩みに短い動画で答えつつライブ配信もやってますので、概要欄からフォローお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。